おはようございます。サムちゃん、ここで避難してるつもりなんだけどさ、お父さんお掃除開始しててね、今掃除機が終わったぐらいなんだけど、カーペットほつれてるところをね、切ってカーペットクリーナーかけると引っかかってまた巻き込んでこう全部ズルズルにしちゃうからさ、んでポミはなんかしてますね。サムはなんか私もお手伝いするわよみたいな感じだけど、ポミ見てんだよね。多肉どこかなーと思ったら、そんな特にいんの顔見えないよ。縦ごと邪魔だね。ありがたかしょ。今日もあったかいや。真っ暗。あ、いた。お父さん後ろ乗ってますね。もう4時過ぎてるんだけど、これからお散歩行ってこようと思います。お父さん掃除して、多分ね、2、3時間ぐらいずっと社長とね、電話してて、で、この時間になりましたね。で、散歩行ってからなので買い物に行こうと思ってまーす。行ってきまーす。アスレチックパーク着きました。ポミ行こうぜってもう言ってますね。ワンちゃんいるよ、気をつけてね。クリケットもしてるよ、ラ気クをロつスけでてす。ね。ラクロスだった？あ、ポミとウンチしてますよね。で、ウンチバッグ取ろう、ここにあるから。ボール遊びを開始しております。あっちに大きいワンちゃんがね、2匹いるんだけど、一斉もすでにね、交えましてね、大騒ぎしたんだけど、あの子たちはいい子でさ、優しい子たちだからいいんだけどさ、ポビがやっぱりさ、警戒心が強いから怒ってましたね。サブの前に立って怒ってた。うん、上手だね、ポビちゃんね。おかえり。あしょぼあしょぼしてんの。おいでポミ。タムちゃんがあしょぼって言うの。じゃあポミが好きなんだって、タムちゃんね。休憩じゃあしましょ。上手だね、ポメちゃん。休憩？OK。最後だって。こっち帰ってきちゃった。ボールあっちよ。おしまいらしい。結構激しく走ってましたね、みんなでね、お父さん。お父さんもいっぱい走ったね。いや。そう？なんか強がってますね。じゃあもう3周ぐらいしてきなさいよ。無理でしょ？この街はフローレンス・ジョイナーの街や。うん。短距離でしょ？お父さん短距離派？長距離になってくると意味がわからない。なんで走ってんの？いってらっしゃい。
かない。行かないの？サムちゃん追いかけてくれるよ、お父さんのこと。また食った。何食べたの？ひまわり。サム。入った。何怒られるの？分かってペーしたの、タムちゃん。あ、また口入れたよ、でも。お父さんの目が離れたら。ちゃっかりしてんな。一通り遊んだので帰ります。サムちゃん先行っちゃうんだけど、あのラクロスやってる人たちにね、突進していくのよ。サムサム言って追いかけております、みんなで。今度全然違う方行っちゃってるし。サムちゃん何してんの？どこ行くの？う、うじゃないの。サムちゃんどこ行くの？あ、見つけ。ポミ君フェイス越しからしかも来れないからね。よし、じゃあ車戻りましょう。お家帰ってきました。愛を拭いてもらってますね。怒ってます。お父さんね、あれなのよ、乱暴なんだよね。もっと優しくやってほしいんだよね、ポミはね。乱暴よって、もっと優しくしてって。取れるよ、暴ると。暴るとって何？暴れると。すごい、リベンジのために必死で飛びました。あれ、なんかある。あ、今日洗濯に入れなかった。じゃあちょっと片付けてからお買い物行こうと思います。それでもお買い物行ってきましょうね、お父さん。コスコね。あとトレーダージョーズにも行きたい。 OK、 じゃあ行きましょう。コスコ着いた。あと45分ぐらいで閉まるんだけど、めっちゃ混んでるね、うん、コスコでヨーグルト見たんだけどね、やっぱりトレーダージョーズの方がいいねって言って来ましたので、まあ、他にも欲しいものあるから買って帰ろうと思います。お家に帰ってきました。トレーダージョーズに寄った後、ビッグロッツにも寄ったんだけど、お父さんこれ語るって言うから買ってもらった。あったかいメモリーフォームで、洗浄時のやつと一緒だし、それから今日トイレ掃除してて、これブラシだけ変えたいって言ってブラシだけ買ったのと、このギャルデリの 100% のカカオね、ココアを買って、ココア作ったり、まあケーキ作ったりしようと思ってるんだけど、糸ようじでしょ。コスコではマッシュルーム買って、お水と、あとまあシーズンだからね、マーチネリのこれが今回安くなってたんだけど、オーガニックの方試したかったんだけど、まあこっちにしようってことで、これ好きなんだ私、アップルポメグラネートのやつなので買ってきました。それからトレーダージョーズではトマト、ベーコン、人間用のヨーグルト、スパークリングウォーター、ルッコラ、最近よくアーモンドミルク使うので、アーモンドミルクと、このチキンナゲットみたいなやつ、ポテトスナック。今日はね、お父さん、いろいろとパンがね、試したいパンがあって、アロハロールと、このミルクロールを買ってきたので、まあ食べようと思ってます。両方とも今晩ね。今日の買い物は以上になります。で、お父さん、お掃除で使ったものを今片付けてくれてるので、あしょぼって言われてるけど、私も、この辺片付けてご飯していこうと思います。それではね、ご飯食べようと思います。もうポミ君もサメちゃんもご飯食べたんだけど、今日はトマトのクリームスープにフジッリーを入れまして、で昨日焼いたステーキがまだ余ってるんだけど、ルクラの上に大量に乗せて、まあ余ったら私明日食べようと思ってるから、でソースは自分で勝手に乗せてねって言ってあります。それからさっき買ってきたナゲット、ケチャップ出したんだけど、お父さんと一個ずつこれ試し食べしたんだけど、ミルクパンすごい美味しかった。これもこれで美味しかった。でもあのハワイアンのキングスのやつのが美味しいねって言ってて、やっぱでもあっちはねすごいさ日持ちするから添加物めっちゃ入ってんだろうなとは思うんだけど、なのでこれお父さん今、まあ、ディップしながら食べたいっていうので、これを開けて食べていこうと思います。いかがですか？あのね、うん、上品なチキンマックナゲッツ、うん、あ、本当よかったじゃん。じゃあ食べましょうね、うん、はい、どうぞ召し上がれ。こういうのペンネって言うんじゃない？違う。え、こういうのもペンネ？フジッリって言うんです、それは。ペンネは穴が開いてるやつ、ペンネは。あ、そうか、そうだそうだ、これマカロニだから。違います、それフジッリ。おいしい。おいしいの？うん、酸っぱいからダメかと思ったんだけど。酸っぱい？うん。なんで酸っぱい？スープ。いやいやいや、おいしい。ほんと？うん、よかった。私ちょっと今お茶に出してるんだけど、それが終わったら食べようと思います。いただきます。ジャミちゃん遊んでんの？お父さん何してんの？そうね、タムのお水洗ってくれてんだよね。キレキレしてくれてんだ。新しいのね、これは持って走ってたらしい。サムちゃんには何でもおもちゃですね。
顔認識してますけど、このカメラあなたのこと、人間マークが出て。どうしてでしょうね。あ、おやつの扉が開いたと思ってポミが飛んできたよ、お父さん。ないね。また買わないとね、フィルター。サニカはそこで寝てる。お父さん、お水洗ってくれたら、ゴミ捨てするからね。ゴミ捨て開始してまーす。ポミ君は助手してくれるけどね、サムちゃんはね、多分ね、どっか行っちゃうから、今ガレージの中に入れてきた。言い方良くないけど。ガレージにサムちゃんのおもちゃ今日洗ったから、いっぱいぬいぐるみが置いてあるのね。だからそれで遊んでる。ポミ君こっち来てますね。夜は冷えるね、寒い。お父さんもうゴミ出し終わってんの。ゴミ待ちです。何してんだろうね。濡れるよ、夜露で結構草がキラキラ光ってる。ポミ君行こうよ。お父さん待ってるよ。お父さん待ってるよ、ポミのこと、ほら。はい、じゃあお家帰りましょう。タミちゃんガレージにいるから呼んでこないとね。トト君、おやすみなちゃーい。トト君、今日お父さんお家の中キレキレしたよ。トト君キレキレ大好きなんだもんね。お水もキレキレ洗ってくれたし、みんな気持ちいいね。明日ポミタンてんてんなんだ。去年のね、健康診断でね、白血球の値がね、高いって言ってお薬1週間飲んでたけど、今回は何事もなくね、元気でしゅよっててんてんに言われて帰ってきてほしいね。おめめのことは先生に聞かなきゃなと思ってるけど、朝からポミ君ご飯なしで先生頑張んなきゃいけないしね、血液検査もしなきゃいけないから大変だからね、トト君ついてってあげて応援してあげてくださいね。お願いします。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやすみ、おやすみ、おやすみ。テニクおやすみ。谷くんずっとこの中入ってたんだよね。お父さんが車の鍵とか入れるところにずっと入ってたんだよね。こんなとこ入ったのかってお父さんに言われたけど、よく入ってんだよね、谷はそこね。好きなんだよね。お父さんだけだ気づいてなかったの。ねえ、谷くん。よく入ってますよって、まあ、教えといてあげたよ。谷から明日さ、ポミくん先生だから、お前頑張ってこようって声かけてあげてくださいね。谷くんも先生いらっしゃいなっていうね、お手紙来てたから、ママにテキストも来てたので、明日お父さん予約取ってきてくれるってそういえば言ってたよ。谷くんももしかしたら先生近いうち行くかもね。他の子とかもしれないけど、でも注射かもしれないし。ちゃんと先生見てもらって、いつまでも元気でいなきゃいけないからね。あ、ディショーシャー回り始めたね。で、谷くん今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやじみ、おやじみ、おやじみ。谷くんぼぼーい、おやじみ。喧嘩始めましたね。今日みんなここのソファーのさ、この中で寝るからさ。ポミくん、おやじみ。今日もボール遊びしたじゃん。楽しかったね。お父さんしてくれるんだよね、ポミにね。タムちゃんにもいっぱい追いかけられたけど、タムちゃんのこと守ってまた大きいワンちゃん戦いに行ったしね。強い子だね、ポミナは。本当に強い、いいお兄ちゃんでしゅ。ポミちゃん下先生だからね。朝一から行くからね、ご飯食べないんだよ。お腹ついたようになっちゃうけどね、少し我慢してね。お家帰ってきたら少しだけ食べていいよって先生言ってくれると思うから、少し食べようね。好きなもの食べよう。そう、おめめね、お父さんにお願いしてあるからね。おめめちょっと変なんでしゅって言っといてくださいってね。もう良くなったけど、一応見てもらって目薬しゃん先生くれるかもしれないから、お口ムーむーしてもお話ししてくれねんのママね。落ち着いて、ドキドキしないで先生行ってきてね。緊張するとまた変なの出ちゃうよ、血液検査でね。今年は初めてだね、一人で行くのね。点滴頑張んないとね、だから。デンタルケア一人で行けたもんね、ポミじゃね。頑張ったもんね。ママ、ポミ帰ってくるの待ってるからね、ちょっとね。お父さんお仕事行くときに一緒に行くんだって。で、お父さんお仕事帰ってくるときに帰ってくるんだってよ、ポミ。だからママ一日待ってるからね、タムちゃんとタニクとね、ポミのこと。頑張ってきてくださいね。じゃあもうあまり遅くまで起きてると、また疲れちゃうからね。ねんねんしましょう。今日も一日ありがとうね。ゆっくりねんねんしてください。おやじみ、おやじみ、おやじみー。ポミクグッブーイ。おやじみー。
みちゃん、ねねにゅんの丸まってんの。またさっきまでお父さん追いかけ回してたのに、しょうなの、疲れちゃったね。今日もいっぱい走ったもんね、なみちゃんね。大きいワンちゃんにもね、突進されてびっくりしちゃったけどね。なみちゃん、明日ママと留守番だよ。もめくん全然行くからね、帰り待ってよね。ママと谷くんと留守番なんて初めてじゃん。何してようかね。ママと二人きりでお散歩行くのも初めてじゃない？ちょっと違うとこ行ってみようか、二人きりだから。タムちゃん、お父さん朝ごはんしないからね。ママが朝ごはんするからね。ポミくんご飯食べたくなっちゃったらかわいそうだからね。ね、ポミくんの帰り待って頑張ってる手番しましょ。明日はお願いしますね。タムちゃん、おやすみ。いい国にしてね。おやすみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま12時20分ですね。ここにお父さんがいるからな、角度が変なんだけどさ、なんか見てるんだけど、まだ眠たそうにないので、まあでもすぐ寝ると思うから。お父さんは今日もね、お掃除一生懸命頑張ってくれたしね、疲れていると思うので、放っておいたらそのうちに寝ると思います。今日もまあお父さん一応やみ上がりっていうことで、お家で休養しつつお掃除したり、お買い物行ったり、お仕事したりと過ごしました。今週末ね、木金土日ってどうしようかっていう話も少ししてるんですけど、まあ下ポミが病院だから健康診断ね、その結果によってね、どうするか決めてこうっていうことで話がまとまりましたので、ポミとサム連れて1泊2日ぐらいでどっか行ってもいいしねなんていう話もしてるので、まあわかんないけどね、せっかく連休だし何かできたらいいなと思ってます。先ほどからね、病院行ってますけど、明日ポミ年一かな、病院にね、年に何回か預けて検査してもらう日があるんだけれども、大きい健康診断だと思うので、血液検査したりとか、まあいろいろと細かい検査をしてもらう日ですね。なので朝一から多分夕方までお預かりっていう形になると思うんですけれども、去年はね、白血球の値が高いっていうことで1週間お薬もらってきて再検査になったんだけど、今年はね、何事もなくね、帰ってきてくれればいいなと思っております。ちょっとお父さんがさっきからガタガタ動くから、サニ君はいるんだけど、彼は自由人だからね。今までね、ポミがいないでサムがどっかに行くっていうこともなかったし、サムだけと留守番っていうのもないから、明日はまあ私も父さん今日掃除してくれたけれども、自分もお掃除しなきゃいけないからね、掃除しつつ行ったことない公園とかに散歩に行ってみてもいいかななんて考えております。まあなので明日はどうなるかは分かんないんだけど、バタバタしちゃって遠出とかできないかもしれないんですけれども、月曜日ね、いつもビログお休みさせていただいてるんですが、まあポミ君のこととかもあるし、明日はビログ撮ろうと思っております。なのであんまり遅くならないうちに今日は休みたいなと思っておりますので、このあたりで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。